メラノクローミーズシアニオラブドーズムブナは、スズキメ、シクリット科の魚のうち、アフリカマラウイ湖の沿岸の岩場に住む、体長10センチメートル前後の小型種のグループを指す、現地語。マラウイ地方の現地語で、岩に住む魚という意味である。岩場に付着した藻類や小動物などを主食とする。基本的に口に入るものであれば、何でも食べてしまうが、 種類によって草食性の傾向が強いものから雑食性のものまで食性に差異がある。多くの種類は口元は平べったく、藻類を食べるのに適した形となっており、岩に生えた苔を剥ぎ取るようにして食べる。普段は縄張りを中心に動き回ったり、穴の中でじっとしていることが多いが、体型を見てもわかる通り俊敏に泳ぐことができる。性格は縄張り意識が強く、 他のアフリカンシクリットと比べてもさらに攻撃的で、ある。特に自身と同種の個体、種類が異なっていても似た体型や似た色彩を持つ、個体に対してはより攻撃的になる。自然界では一定の水域、範囲内で大規模なグループを形成し、住み分けをして生活しているものの、群れを形成しているわけではない。このグループは明確な社会構造を持っており、 ボスを頂点とした強弱関係が形成される。一定の範囲内で生活していることから、地域変種が数多く見られるのも特徴の一つである。地域変種の多くは、体色、色彩の濃淡、島の数頭の体の模様が異なることが多い。ムブナの地域変種は、水の濁り具合や水の流れ、光の当たり具合などの条件により、原種が変化したり、 交雑したものがその地域で固定化することによって発生する。わずか20年の間で全く別の種が発生したという研究も存在する。卵と誤信して X ポットに口を近づけるエルカルリアスのメスまた繁殖行動は独特で、メスが口の中で卵を孵化させ口の中で一定期間治療を育てるマウスブルーダーとしても知られる。オスは縄張りに穴を掘り、 繁殖期になるとそこへメスを誘い入れて産卵を促す。オスの尻びれには X ポットと呼ばれる卵とよく似た模様があり、卵と誤認したメスがオスの尻に近づき卵を口に含もうとした時に射精子孔内受精させる。現地では貴重なタンパク源として食用にも供されるが、海水魚のようなカラフルな色彩を持つため、熱帯魚としても流通している。 生息地のマラウイコの水質が弱アルカリ性であることから、水槽で飼育する場合には、サンゴなどを利用し pH の低下を防ぐと良い。サンゴを使う場合は、サンゴから溶け出したカルシウムなどの物質により、高度が上がりすぎるためこまめな水替えが必要である。制御でも 10cm 前後と小型ではあるが、強い個体が、 他の個体を追い回してしまうので複数飼育する場合は60センチメートル以上の水槽が必要で、弱い個体の隠れ家を作るために、岩組や水草を使ったレイアウトをするか、威嚇や攻撃が特定の個体に集中しないように、するために数を多めに飼育する必要がある。飼育に高高度の水を使う上に、ムブナは退職間で排泄物の量も多くなることから、 ろ過能力の高いフィルターが必要となる推奨サイズよりも一回り以上を大きなフィルターを使うことが望ましい水草を植える場合は多くの水草が弱酸性から中性で生育することに加えウィローモス等の水草は食べられてしまうので植えられる水草は限定される国内で流通している個体は現地で採取されたワイルド個体もあるが大半は 東南アジアで養殖されたものである。ワイルド個体は水質や餌に神経質だが、東南アジア産のものは人工飼料にもよくなれ水質の適応の幅も広く、丈夫なものが多い。もともと装飾性の強い種類の魚なので、脂肪分の多い餌を与えすぎると肥満となり、腹水病などの原因となるので注意を要する。 魚の習性や性格を把握した上で飼育するので、あれば、安価で手に入る種類もあり丈夫で繁殖もしやすいので、初心者にも飼いやすい部類に入る魚である。ラビドクロミスカエルレウスシュードトルフェウスエロンが当たす、一般的に以下の属に当たるものが、無分なと考えられている。交雑しやすいため数多くの雑種が存在しており、販売店によっては独自の流通名が付されている、場合もある。 相似適症は荒く同志間では激しく争い、他種に対しても排他的である。ロイゼル・ポール・ VA、フィッシュ・キーパーズ、ガイド・ツー・アフリカン・シクリッツ、P97、サラマンダー・ブックス、ロンドンニューヨーク。 ISBN 零八六一零1 4 0 7 3 h t t p コロンスラッシュスラッシュ WWW.ncbi.nlm.nih.gov スラッシュ pubmed スラッシュ一五二四五四一九ドプトイコールアブストラクトハット MK オリバー PhD メイレンディア ミートリアクライマーはスーダートラフィアス ?fromww.malawicicids.com l ありがとうございます。